ちゃんこ鍋はお相撲さんが日常食べる料理のことをちゃんこと言います。そうですね、このちゃんこ鍋を食べてみんな体を作って大きくなります。私は元琴ヶ梅の北山聡です。店の名前は歴史料理琴ヶ梅です。店は東京の錦糸町にあります。店ではちゃんこ鍋を中心に出してます。ちゃんっていうのは、お父さんのことをちゃんと言って子供と一緒に食べる鍋なので、そうですね、お肉が入ったり野菜が入ったりすごくバランスのいいお鍋ですね。そうですね、お相撲さんはいっぱい食べて食べることも修行の一つ、相撲にとっては有利だからですね。お相撲さんはちゃんこを、10杯ぐらい、丼でも10杯ぐらい、私は15の時に、相撲界に入って34まで現役を続けてました。自分は最高位は関脇でナンバー3ですね。店を開こうと思ったのはやっぱりちゃんこの美味しさ、自分たちが今まで行った全国の美味しい料理を皆さんに知ってもらいたくて店を開きました。そうですね、やっぱり美味しいですねって言われるのが一番嬉しくて、ちゃんこって言ってもいろんな何種類も種類があって、やっぱりその味に飽きないんですね。だからいまだにもうほんとちゃんこは大好きですね。はい、基本的には食べるのが大好きだったので。